はい、今回もですね、バクジャンの方の活用例、使い方のご説明を始めます。先だってですね、飲食店ご経営なされている方とお話しする機会がありまして、従業員、スタッフさんとのですね、関係について、なかなか難しいものあるよということでですね、お店の運営の難しさっていうのは、どうしても商品やですね、金銭管理にあるということでした。で、前回までの説明の中で、たびたび登場してきてます本ソフトの特徴、構成区分というものをですね、もう一回おさらいして、その飲食店の経営の経営にまつわるですね、難しさのことも含めてご説明していきたいと思います。で、お酒をご提供されるお店ということで、商品はお酒なんですけども、そのですね、提供されているものがカクテルというものでですね、ベースになるお酒に、いろんなものを混ぜて、いろんなものというとちょっと表現あれですけど、で、一つのカクテル、例えばソルティードッグとかスキルドライバーとか、マルガリータとかモヒートとかですね、そういったものを作る材料ですね。その材料、分量、それぞれに価格、原価設定をして、一つのお酒、カクテルを作るのに、どれだけのコストがかかるのか、というものの目安になると。合わせて、従業員さんを、四六時中、なんて言いますか、見張るっていうと、ちょっと言葉が行き過ぎてますけども、信用商売ですけどもね、なかなか思った通りに売り上げが上がらないと。その理由を尋ねたら、例えば、スタッフさんのお友達に、無償で何か、お酒が提供されてしまっていたとかですね、思いのほか、商品ロスが発生していて、なかなか売り上げが上がらない、原価率がなかなか高いままでですね、なんかおかしい、ということのですね、発見にもつながるんではないかなと思います。では早速ソフトを起動していきます。これはもう64ビット対応のマクロですね。ソースコードを32ビットに比べて1行、2行足したぐらいで、済んでいますけども、そちらの方を起動していきます。で、今、点入力、キーボード入力にしました。バーコードリーダーつなげているんですけども、ちょっと今日、Bluetooth の方の雑音がですね、マイク通じて入ってしまうので、録画には今ちょっと手入力、キーボード入力でログインをしてみました。いつものように在庫管理ですね。で、ワークシートをですね、前回までのものに、加えて、POS、POS、アンダーバー、バーというお店を加えてあります。で、倉庫バーにします。で、今、カテゴリーの方にソルティードッグが表示されてあります。今回は、30品目、ノンアルコール2つを加えてですね、30品目のメニューを揃えてみました。で、それぞれのカクテルメニューに含まれるものはですね、例えばドライジン5分の4とか、オリーブワンピースとかですね、1個っていう数え方するのかな、そういったものとか、例えばモヒートを作るときはゴールドラムを4分の1、ソーダ4分の3、ミントのハーシュガーシロップ
ワンティースプーンですか。それとクラッシュアイスにカットラム2分の1。で、仕上げはロンググラスにステアして、まあ、完成というものですね。まだこれバーコードを発行していなかったのでね、この状態になってますけども、まあ、こんな感じで使っていきます、うん、でこれで管理することによって、そうですね、あまりお酒の内容や、まあ、どのぐらいの仕入れなのかということは全く、門外観なので分かりませんのでね、なんともあれなんですけども、例えばですね、まあ、クラッシュアイスがすごく高いんだということはないと思うんですけども、とても高い材料、まあ、ミントの葉が小さな葉っぱ1枚で100円200円もするとは思えないんですけども、それが異常に減ってると。例えばこのモヒートを作るのに、モヒート10杯分のミントの葉を用意しているのに、売り上げのジャーナル見ると2杯しか売れてない、2杯しか売れてないのに、ミントの葉が10杯分売れてるってなったら8杯分どこに行ったってことになるんですね。で、在庫管理するときでその8杯分がどこに消えたのかっていうのをなんで探んなきゃいけないかっていうと、ちょっと前に、仙台でも事件ありましたけども、収入印紙をですね、金券ショップに持ち込んで、転売して何千万だか何億だか不正に、なんて言うんですかね、まあ、泥棒をしていた経理店担当者の方捕まりましたけども、そういったことの発見にもまあつながるってことですね。飲食店であれば、まあ、冒頭に申し上げました通り、従業員さん、スタッフさんがオーナーさん、責任者に内緒でこそこそっと友達だからじゃあ一杯タダで飲んでけやっていう、まあ、サービスをしてしまうと。で、まあ、ラーメン屋さんとかね、ご飯物屋さんなんかでもそうですね、まかないと称して、在庫に、まあ、本来であれば商品としてお客様に提供して、代金をいただかなきゃいけないものをですね、食べてしまうとか、そういったことの、まあ、発見にも、不正使用、不正利用にの発見にも、まあ、つながっていくっていうことになります。これが一つの、まあ、構成区分の使い方です。以上です。